2024年の秋に開催される森の芸術祭期間中に臨時快速として運行される JR 西日本の新型車両晴れの森の公開があるので、津山学びの鉄道館へやってきました。森の芸術祭とは、岡山県北部を中心とする12の市町村で開催する国際芸術祭。そのイベント期間中の紀新線津山駅から新見駅までの区間で新型車両が走るそうです。というわけでやってきました。何回か来たことあるんですけど、今日なんか新型車両が展示されてるってことでやってきました。こちら津山学びの鉄道館は、岡山県津山市にある鉄道に関する事物を展示する博物館鉄道保存展示施設。そして1936年に建設された線形機関車庫がある場所に鉄道館はあります。こちらキハ58563、1964年10月、宮原機関区に新生配備。向こう町経て広島に移った。2007年10月、国鉄急行職に復元され、岡山に転属。臨時列車等で活躍した。2010年11月に引退。その後はこちらの鉄道館にやってきたそうです。この他、引退したたくさんの車両が展示されており、歴史的にも貴重なものがたくさんある津山学びの鉄道館。こちらが新型車両 DEC700、 電気式機動車。ディーゼルエンジンと発電機で発電した電力により、モーターを駆動して走行する新型電気式機動車。バッテリーの搭載によるハイブリッド方式で運転します。
の車両って将来的にはなんかまあその津山線とか走ったりする可能性はあったりするんですか？現場はないです。ないですか？量産先行者という扱いになりました。メーカーさん の技術確認だとかそういったのに使用したり、この間まではバイオディーゼル試験で参院選の方で使用しておりました。新型車両感はあんまり感じられませんでしたが、走行中に電気式機動車ということをより感じることができて、新型車両という実感があるかも。はい。JR 社員ならではの